さて、自動運転を体験した後なんですけどね、こちら、コハゼサンデーというのがあるので食べてみようと思います。ほおずきソフトは残念ながらね、期間限定品でも終わっておりますね。はい、来ました。こちらの方がコハゼサンデーですね。ソフトクリームにコハゼのジャムをかけてるのかなという感じですね。いただきましょう。結構乳脂肪がしっかり効いたソフトですね。ソースの部分はそこまでね酸っぱくなかったけれども、身を食べるとやっぱり酸っぱさがきてベリー系の味わいがしますね。ベースのソフトクリームがまず美味しいです。甘みと酸味がちょうどいい感じ。やっぱりベリー系の爽やかさもありますよね。身をガッと口に含むとまた濃厚なコハゼの味がねソフトと相まって美味しいですね。この後もいただいてきます。はい、ということでね、美味しくいただいてまいりました。ちなみにね、コハゼはこういう夏ハゼの実っていうような形になってね、上小谷の特産品なんですけどもね、美味しかったですね。なかなか秋田県内でも食べられるところが少なかったのでね、いい機会になりました。美味しかったです。ということでね、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。エバナ。